ランディ・ミゲル・ロサリオル・ペロンは、ドミニカ共和国マリア・トリニダー・サンチェス州、ナグア出身のプロ野球選手。左投げ左打。ロサリオは2010年にアマチュアフリーエージェントで、ミネソタツインズと契約金8万5000ドルで契約した。翌年の2011年5月28日に、ルーキー級、ドミニカンサマーリーグツインズで、プロデビュー。 このシーズンは、同チームで8先発、5球円、35.0回を投げて、2勝4敗、防御率3.86を記録した。2012年は同じくルーキー級のガルフコースとリーグ、ツインズに敗転。このシーズンは、同チームで7先発、3球円、38.1回を投げて、2勝1敗、防御率1.64を記録した。2013年は、ルーキー級、 エリザベストンツインズに昇格。このシーズンは同チームで9先発、44.2回を投げて、4勝3敗、防御率2.82を記録した。2014年は A 級、シーダーラピッツカーネルズに昇格したが、開幕直後の4月にトミー・ジョン手術を受け、以後このシーズンの出番はなかった。シーズン成績は3先発、11.2回を投げて、0勝1敗。 防御率5.40を記録した。2015年6月23日に、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ツインズで復帰、7月に、カーネルズに復帰した。このシーズンは両チーム合計で12先発、19円、61.2回を投げて、3勝6敗、防御率3.06を記録した。シーズン後にロサリオは、ツインズの40人枠に追加された。 2016年は a 級フォートマイヤーズミラクルで開幕を迎え、8月に a 級チャタヌーがルックアウツに昇格。7月までは先発として起用され、8月以降は救援として起用された。このシーズンは両チーム合計で16先発、99円、100点1回を投げて、6勝7敗、防御率3.77を記録した。2017年は、 a 級チャタヌーガで開幕を迎えた。6月1日にメジャー昇格し、翌2日のロサンゼルス・エンゼルス戦で9円当板してメジャーデビュー。この試合では2.0回を投げてダニー・エスピノーサからの被弾などで3失点し、勝ち負けはつかなかった。メジャー2回目の当板となった6月6日のシアトル・マリナーズ戦で0.1回を投げて5失点した。この試合の翌日に A 級チャタヌーガに降格し、シーズン終了まで所属した。このシーズンはマイナーで32球円で57.1回を投げて1勝0敗1セーブ、防御率4.08、メジャーでは2球円で2.1回を投げて、防御率30.86を記録した。2017年11月3日に、ウェーバー工事を経て、シカゴカブスへ移籍した。 17から18年のウィンターリーグ期間で、リーガでベースボールプロフェッショナルデラレプブリカドミニカーナの、ヒガンテスデルシバオに所属した。2018年は、参加のトリプル A 級アイオワカブスで開幕を迎えた。5月18日に、メジャー昇格し、5月22日の再降格した。5月26日に再度メジャー昇格。五月十七日のサンフランシスコジャイアンツ戦で、 9円登板し、メジャー初勝利を挙げた。8月2日に再びマイナー降格し、8月3日にメジャー最昇格、8月10日に最降格、8月17日にメジャー最昇格。9月13日のワシントンナショナルズ戦でメジャー初セーブを挙げた。このシーズンの成績はマイナーで15球円、22.2回を投げて防御率0.79。 メジャーで44球十46.2回を投げて4勝、0敗1セーブ、防御率3.66を記録した。チームはワイルドカードに進出したが、出番はなかった。2019年はメジャーで開幕を迎えた。9月9日に DF となった。2019年9月12日にウェーバー工事を経て、カンザスシティロイヤルズへ移籍した。年月日に、 ディフェとなり、6日にマイナー契約となった。2020年12月3日に中日ドラゴンズとの契約に合意したことが球団より発表された。背番号は42、推定年俸5000万円。2021年5月28日にリリーフとして一軍初登板を果たした。9試合に登板し、防御率3.00を記録していたが、7月5日に、 出場登録を抹消され、10月7日に、球団より、戦力外通告を受けた。最速97マイルパワー、平均93マイルパワーの速球と、平均86マイルパワーのスライダーが武器である。ありがとうございます。